はい、あれです、よろしくお願いいたします。それでは今回も10分切れ負けやっていきたいと思います。相手の方は恐怖の9位者19級の方になりました。よろしくお願いいたします。今日はどうしようかな。まあ振り飛車をやっていきますかね。ここで迷ってるようではちょっとダメなんですが、いつもこの辺ね、まあもうちょっと持ち時間長い将棋だったら悩むんですけど、今日はトマホーク的なやつをやっていきたいですね。まあこれはちょっと看守になりやすいんで、普通はあんまりやらないんですけど、何か狙いがありそうですね。ミリニアム的なやつではなさそうなので、まあ端の位ガンガン取って、トマホークを、まあ、早囲いですね、これは。まあ、1、2、強、そうですね。で、1、1、玉、2、2、銀という時に、まあちょっとこう、長対策、3、1、金に比べて、ちょっと上に厚いので、すぐ戦いが始まっても、まあなんとかなるだろうと、そういう指し方ですね。あ、そっちか。まあ、普通は5一金、4一金、3一金でやっていく感じなんですが、すぐ跳ねると、さすがにないか。一回ちょっと貯めるか。ああ、そこなんだ。これは6号風から仕掛ける含みを持ってますね。ま、こちらはまあ、いつも通りというか、地下鉄に構えて、ね、飛車引いて、香上がって、飛車回るという、まあ、地下鉄に構えた指し方をやっていきたいなと思います。これちょっとなかなか2二銀上がってこないのが、いやー、これ誘ってんのかな、これ。桂跳ねてこいやと。今だと2五桂から1三桂成の時に、同銀と取れないので跳ねたくなるんですよね、やっぱり。修正として。ちょっとまだ早いのかな。香上がって我慢しとくのかな。やっときますか。まあ、これで狙いはもちろん7級者から1級者という具合になっていきます。ああ、そっち引くんだ。これはでも餌食になりそうですね。まあ、6五歩はなんとかいなして、まあ、6五歩みたいにやっちゃうと、2五桂から1四歩同歩1三歩の筋が生じるので、さらに、攻めがきつくなっていきます。まあまあまあ、いきますか。これで2二銀、2五桂、1三桂成、なんちゃらなんちゃらっていう感じで、端でこうチャンバラしていければいいですね。で、4四の角がちょっと、マジか。ここ潰してくださいと言わんばかりの。まあ、とりあえず、ちょっとね、この4四の角にアタックをかけていければ、さらに良くなれそうなので、まあ、6五歩には同歩と取っちゃって、まあ、8六歩とかで、左は開け渡すんですが、右の方でね、1四歩同歩、1三歩同香、2五桂馬とかで、もうガンガン攻めきれそうな格好なんで、開けましたね。これはもう、はい。端攻めの歩をどうもありがとうぐらいの感じで。まあ、8六は当然ついてくるんですが、あ、ついてこない。これはでも、ここかな。あ、これはでも、だいぶ、単にかな、しかし。これでまあ、どうせほっとけば、1三歩あるんで、まあ、すぐ打つ必要はないと。2二銀上がるのは間違いないと思うんですが、
そこで1三歩はあえて決めずに1回6六角とかでちょっと嫌がらせしていきたいですね。7八角が、うん、ちょっとどうなんだろう。これで1三歩同香同桂成同銀みたいな手ができなくなるので、どうやって受けるか。ああ、非常手段という感じですね。うん。1三歩からちょっと端をガンガン行くのがいいかな。1三歩同銀もあるかな。7分ですね。これはもう本当にここだとちょっと2五桂当たる可能性あるか。ここだな。うん、まあ端が破れて大優勢という感じかなとは思うんですが、うん、ですかね、やっぱり1-2になりたいので、ああもう飛車はいつでもなれるので、ちょっとなにか気の利いた手をやりたいんですが、うん、3五歩とか第一感やってみたいですね。これで飛車はもういつでもなる権利与えられてますので、まあ、そうですね。一回8三歩的なやつはやってみたいな。飛車を無効化して戦うっていうのは大事なことですね。次7四桂から7七馬の狙いがあるので、何か受けを、しかし、どうしようかな。一本はやっぱ利かしたいな、ここ。しかし、まあ、取るか。まあ、どうせ後からでも効くので、まあ、3四歩、7四桂の攻め合いに行きますかね。3四歩、7四桂は。三三。歩成りだと、六六桂が角金に当たってくるんで、角成りの方がいいですかね。で、同金、同桂成り、同金を強要して。ま、そうか。ああ、なるほど。まあ、踏み込んでもいいかな。どうせ7四桂来るんで。いきますか。歩成りの時に、同玉か同銀かなんですけど、まあ、同銀で3六桂馬打たせても大丈夫かなっていうところはあるんで。うん。7四桂がやっぱり一番こっちとしては怖いので、まあ、金取られるよりは、金取られても、この辺の攻め合いで速度勝ちを狙っていきたいなという感じしますね。さすがにもう一本入れとくか。7一銀みたいな手が刺さればいいんですが、どっちがいいかな。まあ、歩かな、さすがに。叩きの歩。7一銀で強撃の体勢を築いていけたらいいんですが、まあ、これで同飛車とは取りづらいでしょうね。同飛車に対しては、6四桂馬とふわっとこう置いておくような手があって、結構嫌なんじゃないかなと、思いますね。
あ、おそらく同飛車ではなくて、あ、これはでも入りますね、もろに。同飛車でも6四桂打とうと思ってたぐらいなんで、これは都合よく刺さりました。はい。いや、ここな、逃げ場所が難しいな。そうですね。7一銀の方が。まあ、もう一回歩成りから7一銀とかあるかな。あ、どうしよう。一気に蹴りつけに行くなら3三角成りなんですが。時間がやばいな。6一銀とかちょっとふわっと打っとくのもいいか。次、5二桂成とか3三角成とか1二飛車成を相手の手を見てから選べるという感じで。3分。同金に1二飛車成となりまして、なんとかいけるかなと。1二飛車成、そうですね。まあ、6一金で飛車ぶつけられるんですが、8二歩成でね。これ積んでますね。あ、待って待って、積んでないか。あぶね。手拍子で詰ましに行くと大変なことになりますね。2分30秒。いや。ま、6一金なら3一竜で詰みます。4二角なら3四歩という感じで、まあ、角をここに使ってくれればこちらの脅威が消えますんで、あとは脅威は時間だけですね。4二角に、桂馬取って勝ちに行くのもいいか。桂馬取って次の2五桂を見せるとか、そういう、さすがにぬるすぎるかな。まあ、4二角打つ一手ですかね、これは。5一玉も3一竜で追われてしまいますんで。まあ、5一玉は3一竜、4一角に5二香から詰みそうですね。6一玉なら4一竜、同金は同銀なり同飛車、6一金同玉、4一竜、5一合駒、取って、7二角みたいな。ああ、やっぱ打ちましたね。3六玉で2五桂見せるみたいな手もあるんですが、さすがにいくらなんでもぬるすぎるかなということで、残り2分か。だらだらやってる間になんか時間が2分。なるほどね。一瞬何が起こったかよくわからなかった。なるほど。いやー。まあ、これで、ふわっといけば、こちらは比較的安泰で、向こうはほぼ受けなしということで、まあ、5二とがちょっと受けづらいですね。普通に素直に3一竜でよかったか。竜切って取って金打って逃げて香車打って詰めろでしたね。
ちょっと天邪鬼なことやっちゃいましたけど、まあ、まあ自分か。どうか。この跳ねてもいいのかな。もうちょっと何しても必勝系なんで何でもいいと思うんですけど、77馬みたいな手に対してどうやって詰ますかですね。普通に8二金とか打っとけばいいか、まったりと。これで6一竜同玉、5二金同銀、はい。まあ、三五桂から詰ましに来るんですが、まあ、詰まない。1分30秒。そうっすか、さすがに。これで操作ミスない限りは大丈夫ですね。はい、ありがとうございました。厳しい戦いをよく乗り切ったな。まあ、トマホークから解消。久々にこう、まあ、厳密にはトマホークとは言わない、まあ、地下鉄飛車なんですけどね。一応トマホークの名称で結構、まあ、トマホークでいいのか。5筋ついてないから、トマホークと言っていいでしょうね、これは。これでまあ、得意の形から攻め切って解消ということになりました。44角が味のいい手で、まあ、23角成から33馬を防ぎつつ、まあ、97歩の端攻めを非常に厳しいものにしてます。まあ、端から突破して、まあ、7五歩と。いやまあ、ちょっとこの辺り、どうやって寄せていいのかよくわかんなかったんですけど、普通に飛車なっとけばよかったかな。まあ、銀打って。結構選択肢の広い手が好きなんで、こう言ってよくやるんですけどね。ここで、やるんだったら歩成りから3九銀の方が良かったか。で、3八飛車できないんで、飛車また逃げるだけで、手番が回ってきて、そこで飛車なればさらに得でしたね。2八歩成りだったな。ちょっと銀はさすがに曖昧すぎましたかね。ま、この辺はちょっと何やっても、飛車成り、金引きなら2八歩成りで、詰めろ飛車取りで決まります。あとはまあ簡単に寄せて勝ちですね。ちょっと相手の方の穴熊に組むまでの構想が若干疑問だったかもしれないですね。あと3二角が致命的な敗着になってしまったような気がします。少し早いんですが、45手目の3二角がちょっとね、まあ、2四歩も同歩で歩を渡してしまうんで指しづらいんですが、まだ8八銀と囲って固めておけば、まあ、4四角って非常にきついはきついんですが、まだね、こっちの方が粘れたかなという感じしますね。まあ、ということで、この陣形が完成してしまえば、まあ、それだけで優勢という恐ろしい、トマホークの威力をね、味わっていただいた一曲だったかなと思います。ということで、ご視聴いただきまして本当にありがとうございました。それでは失礼いたします。